もう実際にSHIROのスタッフがやっている美容のテクニックご紹介していきたいと思います。やっていきましょう、やっていきましょう。はい。オイルパック。これ私実は昨日やってみたんですよ。もうね、流した後の肌がもっちもち。もう実際にSHIROのスタッフがやっている美容のテクニック、どんなことをやってるのかっていうのをちょっとご紹介していきたいと思います。やっていきましょう、やっていきましょう。はい。これね、面白いなと思ったのが、オイリンセラムとハーブケアウォーターを混ぜて使います。これやったことあります？なくて。ないですね。これは。昨晩やりました。どうでした？今時期ちょっとやっぱり肌もベタつきやすいので、なんか、オイルのケアにプラスするんだったら混ぜるっていうのは一石二鳥でいいと思います。昨日やったのはどれぐらいの量で？ワンプッシュ出して、これを3プッシュいつも使ってるんですけど、1、2、3って出して、もう混ぜてつけました。あ、手軽かもって思ったんですよ。なんでこう持ってる方は混ぜてくいいと思います。すごくこれ僕もね気になってたんですけど、オイルパック、お風呂に浸かるときに、ローズ風呂受けクリアスキンオイルセラムでオイルパックをしています。で、お風呂上がりの肌の質感や明るさが断然違います。これ私実は昨日やってみたんですよ。もうね、流した後の肌がもっちもち。ああ、いいですね。もっちもちなんですね。スキンケアの入りすっごい良くなるんですよ。ちょっと毎日パックしてもいいんじゃないのって思ったぐらい。林さん、どれぐらいでした？まあ、いつも湯船に使ってる時間っていうことですかね。時間的に10分以上置いてた気がします。ただ、たっぷりオイルはつけた方がいいなと思いました。なんか、怖がらずに、なんかいつもオイル苦手って人は、そういったパックの方に持ってっちゃって、洗い流すから、そんなベタつかないですし、絶対やってみてほしい。僕は酒粕の、集中パックを、集中パックって洗い流すやつね。そうです。洗い流すタイプの、その集中パック。お風呂、湯船に使ってる時に、で、使うっていうのはやってたんですよね。気持ちをしっかりケアするぞっていうところに持っていくってすごい、ね、大事だと思うんですよ。だから携帯電話を持っていってヒーリングの音楽をかけてください。ただやるよりなんかこの今日パックするって時にそうやってそのビューティータイムとして作り上げるのは大事だよね。癒されるし。はい。美容にもつながることってみんなされてるんだなっていうのがあって。頑張りすぎないノーメイクデーを作ったり。なんか決めてね、やるといいですよね。そういう日を作るっていうスタッフもいたりしたので、この日って決めて、すっぴんで過ごすだったりとか、美味しいもの食べる日とかって決めてやると、ストレスも軽減できたりすると思うので、そういう日があってもいいかなって思います。皆さんもね、ちょっとこう、自分にとっての美容テクっていうのを取り入れられるといいかもしれないですね。今日やるのはながらマッサージなので、皆さんスキンケアの時にそのつけ方でつけていれば勝手にマッサージになるので、老廃物も流れるのとリフトアップになっているので、ここがこうシャープになっていきます。